1800、1800リアビュー2000ティロックスドイツの自動車メーカー BMW においてノイエクラッセと車内故障されて新設計を進められた BMW1500 は英語で表記するとニュークラスという意味で第二次世界大戦後に作っていたどの車種とも異なるコンセプトでの設計であった。ここでは BMW が1961年から72年まで 生産した4ドアの 1500cc から 2000cc の中型乗用車の説明をする。ノイエクラッセシリーズの第一弾として市場に出た BMW1500 は当時の水準からするとはるかに高性能、高品質として受け入れられることになり、破綻寸前だった BMW を一気にドイツの代表的メーカーに成長させ、その後の自動車デザインに大きな影響を与えた。 現在の BMW の5シリーズは BMW1500 の直接の発展型で、その他のセダンクーペ車種である3シリーズ、6シリーズ、7シリーズは基本的にはこのノイエクラス性格車種の発展型である。第2次世界大戦後、連合軍により航空機エンジン関係の製造を禁じられていた BMW は1948年の創業再開以後、 BMW502 や BMW503 などの大排気量 V 型8気筒エンジンを積んだコストムシともいえる高級車とイタリアのイソのライセンスで生産するイセッタと発展型の BMW600 イわゆるキャビンスクーターだけという両極端のラインナップしか持っていなかった。復興が軌道に乗り経済力が安定してきた1950年代末の 西ドイツ国民の間で需要の伸びが期待できるのは中小型車であり、このクラスに持ち駒を持たない BMW は深刻な経営危機に陥り、ダイムラー・ベンツによる吸収合併が噂されるほどであった。しかし、破綻寸前、BMW はナチスとの親密な関係を持ち、強制収容所のユダヤ人を、 自身の工場で酷使して、富を築いたヘルベルト・クバントによって買収され、倒産の危機を免れた。立ち直りのための第一作は、BMW700 でリアに積まれたエンジンこそ、イセッタと同じ空冷水平対向に寄稿であったが、普通の自動車のレイアウトを持ち、当時若手として売り出し中であったジョバンニ・ミケロッティによる精神なデザインの二ドアボディも好評を博した。 BMW はこの700で当面の時間稼ぎができ、将来の主力商品となるべき小型乗用車の開発のための銀行融資が得られるようになった。こうして開発が本格化した新型車のデザインは700と同じく、ジョバンニ・ミケロッティがデザインを担当しているが、エンジンは元より、車種やスタイリング、ボディ、サスペンションに至るまで全くの新コンセプトによる設計であった。 生産型は九百六十一年九月、フランクフルト省で b m w 1五百として発表され、高性能なスポーティサルーンとして好評を博し、その後の BMW の礎を築き上げることになる。b m w 1五百の排気量は次第に拡大され、九百六十三年二千七百七十三 c c の b m w 八百、0九百六十四年には、 中間車種として 1573cc の BMW1600、1966年には 1990cc の BMW2000 とバリエーションを増やした。1500は1966年、1600は1968年に打ち切られたが、1800と2000が存続し、ボディやシャーシの基本構造は変えずに1972年に、 E12 モデルが登場するまで生産された。また、ツインキャブレターの高性能版である 1800Ti、2000Ti は、時の ETC などでも高成績を収め、キューゲルフィッシャー製機械式燃料噴射装置を装備した2000チーも登場した。1965年には、BMW1800 二 2000cc エンジンを搭載し、ベルトーネデザインの前衛的なフロントマスクが、 特徴のクーペモデル、BMW2000C、2000CS が、フランクフルト賞で発表されている。1966年ジュネーブ賞では、4ドアセダンからの派生版として、2ドアセダン BMW1600 から2が発表され、その後 1800cc の1 8 0に、2000cc の2002が順次追加されて、BMW02 シリーズとして発展し、1970年代、 前半のスポーツサルーンの傑作者として BMW の地位を不動のものとした今日の3シリーズの源流である。1967年には6気筒エンジンを搭載した一回り大きいサイズの4ドアセダン BMW2500-2800 が登場した。これは当時高級高性能車種をラインナップするメルセデスベンツに対抗するために発売され、 現在では7シリーズに発展している。1968年10月のフランクフルトショーでは、BMW2000C、2000CS にも M30 系の6気筒エンジンが搭載され、フロント周りを BMW2500、2800と同様の丸型4等式ヘッドライトによるデザインとした、BMW2800CS を発表している。こちらは、 今日の6シリーズへと発展している。ありがとうございます。